行きましょう。ということで自己紹介したいと思います。アイです。ゆきなです。アイコです。ココハです。ゆいかです。さくなです。6人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、早速もうね、今5時ですか。5時ですね。もうお昼から時間が経って、皆さんお腹空いてきたんじゃないですか。あらー、あんまり空いてないかな。空いてますよね。ということで恒例の企画いきたいと思います。はい、スプラッシュのサークル紹介。スプラの気になるサークル紹介。イエーイ。今日紹介してくれるのは誰ですか。はい、お、はい、じゃあ私ね、先ほどグルメサービスさんのキムチカルビ丼をいただいてきたんです。そう、そしてね、私ね、なんとキムチ人生初食べまして。なんかめっちゃ緊張して食べたんですけど、もう舌がピリリってして、なんか辛さすごくってめっちゃ美味しかったんですけど、それだけじゃない、カルビも柔らかくて、なんかしっかり味があって、どっちもね、お米に合うんですよ。わー、最高。なんか、どっちも味がしっかりしてんだけど、喧嘩じゃなくて、手つないでめっちゃ美味しいの。だから、すごい組み合わせなんで、皆さんもぜひぜひ食べてみてください。はい、そして、私もね、ちょっといただいたんですけど、私がいただいたのは、皆さんから見て右側にあるむつみさんの、この川天然うなぎ弁当です。うなぎってすごい高級じゃないですか。しかもこれ天然なんですよ。天然のうなぎで、だからちょっと味もちょっと違って、すごいさっぱり食べれるうなぎで、皆さんね、天然のうなぎ食べたことない方はちょっとびっくりすると思います。あら、ぜひ食べていただきたいね。そう。これね、取れたもの限定で販売してるので、数量限定なんですよ。なので、ちょっとまだあるかわかんないんですけど、ぜひ食べてみてください。はい、そして私たちがね、このリポートしてる様子は、旧ツイッター、今は X の、サンフレッチェレディース公式のね、公式に上がってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、今日はですね、ピースマッチということで、平和の祈りを込めて、愛子と愛が曲を歌いたいと思います。はい、それでは聴いてください。サトウキビ畑。広い里、君畑は
した、あ、歌にされたんですけど、その中にこれは一人の女の子が主役、主人公として作られた曲で、なんか私たち戦争とか全然経験してなかったんですけど、今回この歌を歌ったり練習したり聴いたりして、なんか改めて平和って本当に大切だなっていうことを改めて感じて、なんかこの歌を練習したのがすごいいい経験になったなって思いました。皆さん、温かい目で聴いていただきありがとうございました。ありがとうございました。素敵でした。はい、ということで次の曲に行きたいと思います。次の曲はサンジュ体操です。イエーイ、盛り上がっていこう。ここからも元気よく、ここからも、ね、元気よく行きたいと思います。はい、今もね、ちょっと日が全然出てないのかなということで、ちょっと踊れるということでね、ぜひぜひ皆さん踊れる方は前に来てください。ちっちゃいお友達でも、全然大きなお友達でも大丈夫なので、ぜひ前に来て一緒に踊りましょう。ありがとう。おいでみんな、みんな踊ろうよ、みんな踊ろう、集合集合。1回目のステージよりね、全然こう涼しく、そうだね、できましたので、全然踊れる。